こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。今出して写しているのが、おっとちょっとまだやばいか、薄焼き卵なんですが、ちょっともうちょっと強く言いますね。はい、こっちの目玉焼きをええ感じでできてますね。目玉焼きです。うわ、潰しちゃった、最悪や。せっかく丁寧に作ってたのに。はい、はい、目玉焼きです。ご飯のおかず用ですね。目玉焼き、白ご飯、きゅうりサラダ、きゅうりのスライスですね。ポン酢かけてます。で、薄焼き卵を火力を強くして完成に持っていきました。きゅうりの上に置けます。で、さら焦げついてるところと焦げついてないところがあるんですけど、これはまあ前日チキンステーキですね。チキンステーキを作った時の油の残り方ですね。鎮油ですね。鶏の油が残ってるところは焦げつかないと。だけど残ってなかったところは焦げついちゃったということです。で、破片ですね。卵の破片を、ごめんなさい、カメラちょっと一旦置きますね。卵の破片を皿から取り出して、で、油代わりのウインナーを引きます。油を引く代わりですね。油を引く代わりにウインナーをこうやって入れていきます。で、このウインナーの油をまんべんなくフライパンになじませることで次の卵焼きが焦げつかないようにしたいんですが、果たしてうまくいきますかどうか。で、これ薄焼き卵ときゅうりですね。これこっち持ってきます。はい、薄焼き卵ときゅうりです。で、ウインナーをある程度炒めて、で、それを皿に入れて、で、火力を6にまで上げて、で、LL の卵2個分を溶いて、フライパンに入れて、卵焼きにしていきます。もしかしたら焦げついて、スクランブルエッグにしないといけなくなっちゃうかもしれないんですが、一応気持ち的には卵焼きにするつもりではあるんですよ。今のところはね、ちゃんと固まってくれるんやったら卵焼きにするつもりです。あ、なかなかでも焦げついてしまいそうですね。一度このフライパンはきっちり洗った方がいいですね。はい、できました。卵焼きです。はい。卵焼き完成です。はい、卵焼き完成です。
で、ウインナーです。ウインナー完成です。ウインナーです。はい、フカンズです。目玉焼き、薄焼き卵、卵焼き、ウインナー、白ご飯、きゅうりと以上になります。で、肝心の体重ですね。体重は何キロか。昨日は 55.7 キロでしたね。ピーナッツ2袋、300グラム食いましたからね、昨晩は。ちょっと苦しいぐらい食っちゃいましたね。はい、予想通り、ピーナッツ2袋分体重増えてます。ピーナッツ2袋分の体重、56.7 キロ、1キロ増えてますね。体重 56.7 キロ、体重 56.7 キロ、体脂肪率 13.1、 基礎代謝 1328、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.7、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 はい、もう一度です。はい、体重 56.6、 体脂肪率 12.9。 はい、はい、もう一度俯瞰図です。目玉焼き、薄焼き卵、きゅうりのスライス、卵焼き、ウインナー、白ご飯、以上です。ご視聴ありがとうございました。